YWYG というのがね、オイル、ガソリン、ウォーター、水、ね、支援船でございます。その3階建ての建物をね、こちらの隊員さんたちが待機休憩する場所、真横の YT というのはね、タグボートですね。これはもちろん力持ちですので、護衛艦が出入港する際ね、大変な力がいりますので、引っ張り出したりね、押してあげたり、入港するときは押すというね、手助けをする支援船でございます。828番、海鷹ってね、このようなミサイル艇はね、水深ジェット方式でね、スピードも大変出ますので、81キロということでね、隊員さんは危険な時はね、シートベルトを締めてね、出航する時、また出航する時はコックさんがおりませんので、弁当はね、冷凍の弁当持ってって電子レンジでチンをして食べなきゃいけないって悲しいんですけどね、総監部に行く時はね、停泊してる時は総監部で、お食事を呼ばれるんですね。で、真横今度はね、雪型護衛艦という松雪というのがねあります。これも、雪型ですのでね、初雪、白雪、沢雪、峰雪、浜雪、春雪、山雪、松雪、瀬戸雪、朝雪、島雪というのね、名前がついております。これが松雪ね、130番台松雪。はい、横今度はね、アタゴね、これも舞鶴をね、一躍有名にしてね、ここの隊員さん怒る。私がね、舞鶴のアタゴ、舞鶴のアタゴってね、一躍有名したって言ってね、悪口を言うとね、怒るんです。ええ話をしてください、ええ話は当たり前で、やって当たり前だね、国民の双子を背中に芯背負ってるわけですよね。悪いことをするとすぐ報道されてね、いつまでもやられる。思い出しましたかね、舞鶴のアタゴ。舞鶴のアタゴっていうのはね、ハワイ沖で訓練をしてね、ミサイル発射訓練を終わった後、横須賀に入港する折ね、まもなく看板号177が見えてくるあたりにね、尊い漁師の親子の2名のね、漁船がね、あちらに当たってしまってね、海難事故ということでね、漁師の2名の方が亡くなられました。その折にね、舞鶴のアタゴ、舞鶴、約1ヶ月間ね、横須賀の方で貼り付けてね、海難審判されとったんですね。真ん中が118番ということでね、冬月という最新の護衛艦ですね。ちょっと危険な人たちいっぱい来ましたね。これ118番見えますか。一番ピカピカの1年生ですよ。3月の17日に舞鶴に配備されました。第3護衛隊軍第7護衛隊にね、配備されました。冬月護衛隊軍はね、4つございます。第1護衛隊軍が横須賀、第2護衛隊軍が佐世保、第3護衛隊軍が舞鶴、第4護衛隊軍が呉というのね、4つの、軍の部隊がございます。そちらに8隻ずつくらいね、配備され、88艦隊というような、ね、感じで、私の現職の時はそう呼ばれておりました。143番、白根ですね。最初に申し上げました、知らねえって言わないでね、ちょっと聞いてください。もうあの船も36年くらいになりますけどね、来年の今自分にはもう見ることができませんのでね、今日また完璧でも行ってね、最後の写真等でも撮られたらよろしいかと思います。来年の3月でおそらく横須賀のね、ヒューガというお船とね、編成外であの船が、白根が配管におそらくなる予定ですのでね、その新しい後継艦はまた、ヒューガ、伊勢、出雲というのがね、3隻できておりますのでね、一番新しい出雲が、横須賀におそらく配備になると思いますのでね、中国は日本のヘリ空母というようなことをね、言いますけど、空母は日本ではありません、護衛艦ですのでね、19,500トンくらいのね、最大で、一番大きい、長さが今の現在ではこの船がね、マッシュが一番大きいですね。さあ、その他にもね、まだお船がね、護衛艦あります。波型護衛艦というのがね、高波、大波、巻波、さざ波、鈴波っていうのがね、これは舞鶴おりませんけどね、
おいして。